はいさい、はちゃキッチンです。今日はすげえいいおつまみ、もち明太チーズを作りたいと思います。すごい簡単なのでね、ぜひ皆さん作ってみてください。それでは行ってみよう。はい、まあこの耐熱皿、醤油、バター、これね、この間紹介したのハインツのホワイトソース、もちミックスチーズ、大葉、これ1枚しか使わないですけどね、ね、これ簡単にやりたいんでこれ入れます。はい、じゃあまずこちらのお皿にバターをね塗ります。軽く、やっぱ餅なんで剥がれなくなったら嫌じゃないですか、ということで、ね、バター塗ります。でこの時にごめんなさい、醤油もちょっとだけ、隠し味程度に、隠し味結構入って、はい、で餅なんですが2つ作り、これぐらいのサイズで2つ使います。餅はですね、これを大体1個3、3つなので6ですね、6、これを並べていただくと、こういうふうに金、こういうふうにね並べていただくという、はい、どんどん進みますよ、これハインツの、ありがとうございます。こちらを餅の上に、でこれグラム決まってないっていうか、ね、その居酒屋の時のこれメニューなんですけど、その時はもうこれホワイトソース袋に入れて絞ってましたね。ぐるぐるぐるってのの字で2周ぐらいしてました。これはまあお好みによりけりなので、はい、ちょっとこっちね、こんな感じで餅の上にホワイトソースで、これをルルルル、これを一つ、ね、これでぐるぐるぐるって乗せまして、ねえこぼしすぎだお前ってなりますね。これでラップをね、こうやって結構しっかりしてもらって、レンジです、レンジ、レンジ待ってる間に大葉を1枚切りましょう。大葉を1枚、この葉っぱの部分いらないですね、はい、で細かく切れたりとか、ちょっとこういう風に巻いてあげて、
まあね、これほんとまたすぐ終わるからって横着して下に引いてないんでね。はい、これでもうね、あとは待つだけです、レンジを。これね、もう今熱すぎて事故りました。これ開けると気をつけてください。熱いんですよこれ。このね、長年鍛えた私でもこの熱さには耐えられなかったんで。で、切った大葉をで、周りに散らしてもらって、でね、ついてるトッピングの海苔をこの真ん中にね、結構立ててやると僕はいいんじゃないかなって。はい、いただきます。これはね、本当に餅が器にくっつく前に熱いうちにどんどんいかなくてはいけないんですけども、マジでうまいっす。マジでうまいっす。いただきます。うん、うまい、ね、大葉の香りがね、本当にすごい。当時働いた居酒屋でもすごい人気あって、毎回頼む人とかいました。おかわりする人も結構いました。まあ 3,4 人で来てる人が多かったんで、じゃあれもう一回頼もうぜみたいなのよくありました。熱っ、うまい。ぜひね、この冬ぴったりなおつまみ。うん、ただ本当にあったかいうちに食べないと悲惨なことになります。あと器を洗うのが結構めんどくさいですけど、うまいんで、ぜひぜひ。うん、熱い。ごちそうさまです。